上下関係とは、社会的な力が、上のものと下のものとの関係である。儒教的色彩の強い日本と韓国の社会では、組織内における地位の上下が、社会における主要な関係になっているとして、このような社会を、縦社会ということがある。中根知恵が著書、縦社会の人間関係、単一社会の理論で論じて、有名になった。 上司や上官に対する部下や下領からの異論を許さず、下を萎縮させるような、瞬間な上下関係は、軍隊や、仕事やスポーツにおけるチーム内の意思疎通を妨げる、こともある。結果として、上は、絶対に無病だ、上の誤った判断が誰にも修正されない、下の者が気づいた異変や、状況変化が上に伝わらないといったことから、チーム全体の壊滅を導きやすい。 航空業界に上位かたつの弊害を思い知らせたのは1977年に起こったジャンボ機同士の衝突事故テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故であったこの事故は双方の飛行機及び管制官の間に様々な思い込みがあったことが原因となっているが特に一方の当事者となった KLM 機内ではクルーのうちの航空機関士が パンナム機との衝突の可能性に気づいていたにも、かかわらず、上司である機長が、その可能性を否定したために再度機長に口を挟む、ことに萎縮してしまい、結果両機が正面衝突する悲劇につながった。この事故以後、航空業界では、上位形より、上院相互の合意による、意思決定、操縦室内の、権威勾配の適切さが強調されるようになった。 これは航空業界で CRM として知られているもので、現在ではすべての航空会社の基礎的な安全管理方式や訓練体系となっており、医療など判断ミスが破滅的な結果につながる業界へも導入されている。日本の学校では先輩と後輩の関係は幼い頃から日常生活の不可欠な部分として教えられている。先輩及び後輩は組織、 団体、クラブ、企業、学校での非公式階層対人関係を記述する日本語の単語のペアである。このコンセプトは儒教の教えにルーツがあり、際立った日本スタイルを発展させ、最終的には日本文化の一部になる。関係は相互依存関係にあり、先輩は後輩を必要とし、その逆もあり、組織への参入日によって決定される絆を、 確立する。先輩は、組織内でより高い経験、階層、レベル、または年齢のメンバーを指し、後輩と呼ばれる新しいメンバー、または経験の浅いメンバーに支援、友情、及び助言、個人的な忠誠心を提供する。後輩は、先輩の年功及び経験により、継承を表す言語を話し、先輩は、友人としても同時に行動する。 この関係は東洋文化における家庭教師と生徒の対人関係に似ているが先輩と後輩は同じ組織で働かなければならないという点で異なる。この関係は儒教の教えに加えて古代中国から日本にもたらされ日本の哲学の様々な側面に広がった道徳と倫理に由来している。先輩と後輩の関係は権威、指揮系統、 長老に対する敬意を強調する垂直的な階層であり、あらゆる形態の内部競争を排除し、組織の団結を強化する。時間が経つにつれて、このメカニズムによって、経験と知識の伝達、及び知人の拡大、教育の技術を活かしていくことが可能になり、また、後輩の利点として、先輩の知識から、双方の間の有益な経験を生み出すことを可能に、し、 先輩は責任感により後輩から新しい体験を得る。これは友情を意味するものではなく必ずしも先輩と後輩は友達になるわけではない。韓国語のソンベとフバイはそれぞれ日本語の先輩と後輩と同じ予報であり、シャンベとホーベイという中国語表記が高齢者にはより一般的から来ている。1911年に浜松で行われた スポーツフェスティバルでのなぎなたの使用のデモンストレーション。学校のクラブでの規律訓練は歴史的に生徒における上下関係に影響を与えた。上下関係は日本において古くから存在していたが、儒教、日本の伝統的な家族制度、1898年に制定された民法の3つの要素がその発展に大きな影響を与えている。 儒教は6世紀から9世紀の間に中国から伝来したが深い社会的な変化をもたらした思想であった。ネオ儒教が日本で徳川幕府で公式の学問になったことから中世の指針及び惨事などがその時の日本人観を支配していった。長老と祖先崇拝の尊重が良く日本人に受け入れられ、そしてこれらの影響が日常生活の中に広がっていった。 他の中国から影響と同様に、日本人はこれらの考えを選択的に独自の方法で採用したため、儒教の中精神は封建領主や天皇への忠精神とみなされた。日本の家制度はまた上下関係の構築への影響を兼ね備えていた。この家制度では、父は課長であり、最年長の息子もそれに次ぐ権力を持っていた。彼らは最上の教育を受け、 より優れている、倫理知識を備えているとされたため、家庭内で権力を持っていた。上役への尊敬が日本の社会の長所と考えられたので、妻と子供はそれに従う必要があった。遺伝的なシステムに加え、最年長の息子だけが父の財産を相続することができ、娘や年少の子供は何も得られなかった。上下関係に影響を与えた最後の要因は、 1898年の民法でこれは年功の特権の規則、伝統的な家族制度を強化し、家族内の階層的価値の明確な定義を与えた。これは世帯主が家族を指揮する権利を持ち、長男がその地位を継承するもの。これらの法令は第二次世界大戦が終わりに日本が降伏した後、1947年に廃止された。それにもかかわらず、 これらの価値観は日本社会における心理的影響として廃止以降も残っていく。年功序列は日本語の様々な文法規則に反映されていく。目上のものに対して敬意を表すために使用される敬語は主に3種類に分けられる。尊敬語と謙譲語には言語の種類に固有の表現がある。例えば、行うを表す。一般的な動詞はするであるが、尊敬語でなさる。 謙譲語で致すとなる。階層関係のもう一つのルールは、継承の仕様で、先輩は、後輩が男性、または女性であるかどうかに関係なく、後輩を指定された名前、または、生の後に設備時でくんをつけ対応する。後輩は、同様に、設備時に引く先輩、または第三とつけて故障する。後輩が人への尊敬の最高レベルを表す、設備時マイナス様。 おス先輩が後輩に使用することは非常に珍しいことである。国際レベルでも先輩と後輩の関係は武道を通じて広がっている。武道では様々な段と級のメンバーが帯の色で分類されている。先輩と後輩の関係が日本で最も広く適用される場所の一つは学校で、例えば中学及び高等学校では3年生が 先輩として大きな力を発揮する。学校のスポーツクラブでは、新しい後輩は、ボールの回収、運動場の掃除、用具の世話、そして年長の生徒の服を洗うなどの基本的な仕事を任される。また、祝福した時にその先輩に屈するか、先輩を敬礼しなければならないほか、場合には、先輩が後輩らを罰するか、厳しく扱うことがある。これらの謙虚な行動の、 主な理由は、チームメンバーの従順さ、指導者、または、キャプテンの指示に従う場合にのみ良い選手になることが、できると考えられているからで、こうして、謙虚から責任感を備え、その後も、協力的になるだけである。日本の学校での上下関係は、生徒の能力よりも年齢に重点を置いているため、先輩と後輩の間の優位性のルールは、教師と生徒の関係に似ている。 教師と生徒の関係では、教師の年齢と経験を尊重し、疑問を持たれないようにする必要がある。大学では、様々な年齢の学生が同じクラスに参加するため、先輩と後輩の関係は弱くなっている。学生は、主に礼儀正しい言語を介して、年長者に対する敬意を示す。それにもかかわらず、教師間では、学歴と経験に基づいて、 垂直的な年功序列が優先される。仕事場での先輩と後輩の関係は日本の企業にも普及している。日本企業の社会環境は優越制度と正社員制度という二つの基準で規制され、従業員の地位、給与及び地位は年功序列に大きく依存しており、ベテランの従業員は一般的に最高の地位につき部下よりも高い給与を受け取る。 1990年代まで多くの企業は終身雇用であったため、そのような従業員制度の下で職を失うことを心配する必要がなかった。先輩と後輩の関係は日本のビジネス界の対人関係の基礎である。例えば、会議において部下は出入り口に最も近い下座と呼ばれる位置に座り、上司が重要な品格の隣に上座と呼ばれる位置に座る。 会議の間、ほとんどの従業員は意見を述べるのではなく、単に上司に耳を傾けて同意するだけであるが、会社の上位の従業員に事前の同意を得て意見を表明することもできる。日本以外では、先輩と後輩の関係は、日本の武道の教えによく見られ、歴史的知識の欠如により誤解が生じるが、日本の垂直的社会的階層は、 西洋のような文化には存在しないとされる。先輩と後輩の関係は日本社会に深く根ざしているにもかかわらず、20世紀末から学術機関や企業組織の間で変化があり、後輩らはもはや彼らの先輩の経験に限っては敬意を示さなかったり、関係がより表面的になるなど、年功序列は重要性を失い始めている。 学生の間では海外での生活の大部分を過ごして日本に帰国した日本人学生や日本の階層システムに根ざした精神性のない外国人学生などで多様化している。1990年代初頭の経済バブルの崩壊は行為の従業員の解雇を含む大規模な失業を引き起こした。それ以来企業は会社での年齢や勤続年数だけではなく 従業員が持つスキルを重視することを検討し始めた。徐々に多くの企業が給与と昇進の制度を再構築しなければならなくなったため、年功序列は日本社会への影響力を失った。先輩と後輩のシステムに対する態度は、伝統への感謝と先輩と後輩との良好な関係の利点とは異なる。消極的な黙認や反感などシステムを批判する。 人々にとってそれは任意的で不公平であるが、先輩はしばしば強情でもあり、したがってこうしたシステムから結果としてグループから抜け出すことは恥としたり恐れたりする。例えば、後輩ら自らの業績が先輩を上回る場合など、その先輩の上になることは先輩の顔を潰すことであり、また後輩も陳謝が必要で、場合によっては暴力やいじめにつながることもある。 ほとんどの日本人は、それを批判する人も含めて、先輩と後輩のシステムを、社会の常識的な側面として受け入れているが、そこから必然的に負の社会的結果を招くという認識もしている。高次元第六版上儀関係、基調の真実でビット BT 講談社2002年228ページ、基調の権威が低すぎると、決定を行い命令を下すという基調の権限を、 行使することができないが、機長の権威が高すぎると副機長らが萎縮して、機長の判断ミスを訂正できなくなってしまう。A.B. ブロンバーグ1994、P.203、A.B.C. 古壇社1994、P.310、A.B. 松本2005、ピアニッシュも1480、1481、a b c d d イビーズ s i t k e の二0 0に、 P187、コップ2010、パニック2006、P135、ハッセル1983、P61、ルビオ、ブロディーカストラジオバニー2008、P37、ブリントン2001、P159、デイビーズイケの2002、P188、デイビーズイケの2002、ピアニッシモ、 百八十八百八十九。abc デイビーズアン池の二千二。p 百八十九。abc マツーラポルタフエンテス二千二。p 二百六十一。マツーラポルタフエンテス二千二。p 二百六十二。マツーラポルタフエンテス二千二。ピアニッシモ二百六十三二百六十五。マツーラポルタフエンテス二千二。ピアニッシモ。 115、116、AB、杉本2003、P132、ABCD、デイビーズ池の2002、P191、デイビーズ池の2002、P192、ローリー2002、ピアニッシモ28、122、マックベイ2015、ピアニッシモ220、224。ありがとうございます。